日本大阪府大阪市西淀川区筑田筑田は大阪府大阪市西淀川区の地名。現行行政地名は筑田1丁目から筑田7丁目。西淀川区の北部に位置する。サモンド川と神崎川に挟まれた東西約2.5キロメートル、南北約500から600メートルの島である。古くからの住宅地と中小工場。 高層マンションが混在する地域である。神崎川を挟んだ南側で、西淀川区五平島、千船、大和田、出来島、中島と接する。またサモンド川は、兵庫県天ヶ崎市との府県境、市境となり、サモンド川を挟んだ北側で、天ヶ崎市久伊瀬寺島、梶ケ島、久伊瀬南新町、東本町、東初島町と接している。地域には、 阪神本線と阪神南波線が通る。阪神本線には線々駅が設置されている。阪神南波線は地域内には駅はない。道路は国道2号が地域の東寄り、また国道43号が地域の西寄りを通り、大阪市内中心部と天がさ神戸方面を結んでいる。かつては工業地帯だったが、1970年代以降には、 大工場の撤退に伴い、跡地に高層マンションの建設が進められた。淀川やその支流が流した土砂でできた砂州として、現在の佃が形成されたと考えられる。この地は古代は民の島と呼ばれていたとされる。佃の地名については、徳川家康が命名したとする伝承と、上岸年間に名付けられたとする伝承がある。この地には、 古代から人が住んでいたと考えられている。亀の神社演技書によると、神宮皇后が山間からの木戸に佃に上陸し、島の海始が白尾を献上したという伝説が記されている。古代のこの地は、住吉大社の領地だったと伝えられている。平安時代末期には、源義経がこの地に立ち寄ったとも言われる。南北朝時代には、 楠木正成の守護家となったという。戦国時代には大物崩れなどの戦乱に巻き込まれている。天正年間に徳川家康が上落し、多だ神社や住吉神社に参詣した際、摂津国西成郡津久田村及び大和田村の漁民が、神崎川に渡し船を出して、家康の一行を運び、また白尾などを献上した。これを起として、津村の漁民は家康から、 最国海上恩密の用を受けたり、大阪の陣の際には、軍船や魚の調達をするなどした。また家康は、筑田漁民に対し、恩賞として、全国での漁業権を与えた。江戸時代になると、筑田の漁民は、毎年11月より、翌年3月まで江戸に行き、将軍家に白魚の献上をするようになった。漁民は、江戸との往復が大変だとして、 江戸在住を願い出た。幕府はそれを受け、江戸鉄砲スの百景四方の干潟を漁民に与え、1645年に筑田村と大和田村の計34人が江戸に移住した。江戸の土地は、故郷の名前をとって筑田島と名付けられ、現在の東京と中央区筑田となっている。江戸に移った彼らは、住吉明神を住吉神社として分霊したが、 その祭礼では雑魚を煮詰めたものを備えていた。これは自家用に小魚や貝類を塩や醤油で煮詰めて常備菜、保存食としたもので悪天候時の食料や失業時の船内食とするためのものであったが、雑魚がたくさん取れてこの佃煮が大量に作られるようになると彼らは何はっこ気質を発揮してこれを売り出すようになったと言われ、佃煮は その保存性の高さと価格の安さから江戸庶民に普及していったとされる。くだに,については江戸への移住以前に大阪くだで作られていたと指摘する見解もある。西淀川区市では大阪くだがだにの発祥と解釈できる記述をとっている。江戸時代までのくだ村は漁村となっていた。一方で江戸時代には農地の開発も行われている。漁業には 無税特権があり、周辺の農村と比較すれば裕福な暮らしをしていたと伝えられる。江戸時代には筑田村を含めた現在の西淀川区界隈は幕府の直轄領となっていた。18世紀初頭には筑田村に隣接して樺島神殿が開発された。樺島神殿は筑田川によって筑田村と区切られていたが、昭和時代初期に筑田取り崩すになり、 現在は、筑田の一部となっている。明治時代の町村政治史により、筑田村、川島神殿、大和田村、大野村、百島神殿が合併し、西成郡千々村が発足した。旧村、神殿は、それぞれ千々村の大田となり、筑田村は千々村大技、筑田、川島神殿は千々村大田川島と呼ばれるようになった。 戦千村は1922年5月1日に調整を施行し、戦千町となった。1925年の大阪市の第二次、市域拡張により、戦千町は大阪市に編入されることになった。旧戦千町の町域は新設の西淀川区に属した。西淀川区では、旧町村の大麻をそのまま、西淀川区の町名とすることになり、佃は、 従来の千船町大浅筑田から大阪市西淀川区筑田町と称するようになった。また千船町大浅椛島は西淀川区椛島町となったが区画整理により1938年1940年の2度に分けて住所変更が実施され筑田町の一部となった。明治時代には農業が盛んになり米や麺などが栽培された。 明治時代後期頃以降工場が進出するようになり昭和初期以降は工業地帯へと変化している1945年には複数回の空襲により地域が被災している特に同年6月26日の第5次大阪大空襲ではサモンド川下の防空壕に爆弾が直撃し50人以上の死者を出す惨事となった空襲犠牲者の供養のため 1950年代には、筑田一丁目に筑田空襲慰霊祠が設置された。1972年2月1日には、西淀川区で住居表示が実施され、従来の西淀川区筑田町は、西淀川区筑田一丁目から7丁目となった。1995年1月17日の阪神、淡路大震災では、地域で家屋の全半壊や液状化現象などが発生し、 大阪府下としては最も大きな被害を受けた地域の一つともなった。2019年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。 筑田地域の教育機関としては、大阪市立筑田小学校、大阪市立筑田西小学校、大阪市立筑田南小学校の3小学校と、大阪市立筑田中学校、市立筑田幼稚園が設置されている。筑田小学校は1874年に、当時の筑田村の小学校として創立。筑田尋常小学校、筑田国民学校などの名称を経て、 1947年の学生改革により大阪市立筑田小学校となった。1970年代以降の地域の人口増加により学校が過密化したため、1977年に筑田小学校の文校を設置した。文校は1979年に大阪市立筑田西小学校として独立開校している。 筑田西小学校はさらに児童数が増加し、1990年には筑田西小学校の校区を分離する形で筑田南小学校が開校した。筑田の漁民が江戸に移住して江戸筑田島の町を作った歴史があることから筑田地域の3小学校は東京筑田にある中央区立筑田島小学校と姉妹校となり、相互訪問を実施するなどの交流活動を 行っている。佃小学校、東京佃島小学校の交流は1965年に始まり、その後佃西小学校、佃南小学校の開校に伴い2校も交流に加わっている。中学校については、1947年の申請、中学校制度発足以降しばらくは、佃地域は大阪市立四中学校の校区となっていた。 1970年代の地域の人口増加により、淀中学校が過密化したため、従来の同校校区から分離する形で、1980年に大阪市立筑田中学校が開校した。筑田中学校の校区は、筑田全域土地船、小学校区では、筑田、筑田西、筑田南の三小学校の校区となる。筑幼稚園は、学校法人民の学園が運営し、 1955年創立。また1925年には、筑田小学校内に大阪市立千船幼稚園が併設されたが、戦災により1946年に廃園となっている。地域内の主要な施設を一家に挙げる。ありがとうございます。